先日さ、結構ツイッターとか、別の釣りのチャンネルを見とる人だったら、結構知っとるんですけど、車買い替えたんですよ、車。うん。で、車買い替えて、で、新しくね、その車を乗ろうっていう時に、任意保険。うん。任意保険の、その、車の車両の変更、うん、を、忘れとったんですよ、俺。当日まで。うん。当日までそれを忘れとって、本当は前日に、車の引き渡しが何月何日だから、何月何日の何時からだから、それを事前にね、任意保険の会社に電話して、じゃあその、車両の切り替え、うん。例えば、そうだな、8月のね、8月の16日の、例えば昼の12時に、車をね、引き取るんだったら、じゃあその新しい車で8月の16日の12時から適用される保険を、そのね、保険が適用されるよ、みたいな感じのね、登録のやり方が、まあ基本的にはどこの、その会社も、うん、保険会社もやっとるわけさ。うん。で、そういうのがあってね、本当は事前にやっとくべきだったんだけど、それを忘れとってさ、ああと思って。まあちょっと、いろいろトラブルがあったもんで、ってなっとったからさ、そっちの任意保険のやつさ、その、結構前には連絡したんやけど、その、最初の方ね、うん。車買った時に、もう契約成立した時に、保険会社の方に、車買い替えることになったんで、引き渡しはまだわかんないんですけど、詳細決まったら教えますって連絡をしてずっと忘れとったんや。やらかしたと思ってさ。で、運悪く、俺がね、一人に行ったのが、土曜日だったんですよ。そうすると、保険会社はやってないんですよ。土曜日なんて。そりゃそうですよね。休みですもん。ね。ああ、やらかしたと思って。で、実際ね、事前に言っとけば、その、土曜日にやるっていう前提で、金曜日とかさ、そういうね、業務時間中に、そういう手続きをすればいいだけの話やから、いいんだけど、当日さ、それを失敗してさ、うわ、やらかしたと思って、すっげえ申し訳ない感じでさ、保険屋にね、すんませんと、言うの忘れてましたと。今日車取りに行くんですよって。今日の〇〇時に車引き取りに行くんですよってやったら、ああ、すいませんと。ね。まあ、こっちも今ちょっと対応できないんで、もしも今すぐ名義を変更したいのであれば、その、フリーダイヤルの方に、その、なんかやっとるのよ。休日でもなんかやっとる、そのフリーダイヤルがあってさ、その、普通は任意保険の、その、例えば県、富山県だったら富山県の、支社の営業担当みたいな人たちと直接やるんだけど、そうじゃなくても、全国、まあ、西日本、東日本かなを、カバーしとる大元のところに、電話で、そのコールセンターのお姉さんとかに繋いでいただければ、休日でも、その日に、すぐに変更できますよ、みたいな話を聞いて、ああ、なるほどと。じゃあそっちにしますわ、っていうので、そっちに電話したんですよ。ね。で、いろいろね、そのお姉さんとやりとりして、こういう事情でと。で、今日も、今から30分後ぐらいに、引き取りするんで、引き渡しするんで、名義変えたいんです、つって、ああ、なるほど、わかりましたと。で、向こうはね。で、車両の、その車検証、うん。車検証の情報ってのを向こうに伝えなくちゃいけないわけですよ。まあ、こっからが本題になるんですけどね。その時にさ、やっぱり、その、滑舌がどんだけいい人でも、電話越しになると、やっぱり相手からしたら聞こえにくいわけよ。うん。だからそうすると、例えばね、E とか、ね。ね、ABCDE っていうアルファベットとかあるじゃないですか。数字の1234567890とかさ。ね。そういうのがあるのを伝えなくちゃいけないんですよ。ちゃんと。車両ナンバーは、A の1855とかさ。ね。そういうの伝えなくちゃいけないんですよ。けど、例えば、B と D、わかんないじゃないですか。ね、電話越しじゃ。ね、B と D。ね。ね、A と L とかだったらまだわかるじゃないですか。音が違うんで。けど、似たような、ね、母音が似たようなやつだと、すごいわかりにくいんですよ。だから、その時に、例えば、そうだな、B。ね、A だったら、Apple の A とか。ね、D だったらさ、ダイヤモンドの D とかさ、ね。そういうのがあるわけですよ。
それでね、ネギのねっていうタイトルがわかるようにさ、ひらがなとかも伝えなくちゃいけないわけですよ。ね、ナンバーとかだったらさ、例えばね。例えばそのねだったらわかりやすいんよさ。ね、なんだろう、ここに来て俺の語彙力のなさが発揮されたなってのがあったんやけどさ、ねって言ったらみんな何を浮かびます？例えば。ね。猫とかさ、ね。そっちじゃないです。俺はなんかじゃないけど、ネギっていうなんか可愛げのないね。なんか言葉を思い浮かんでさ、ここら辺なんか大変なんよね。なんかすごい、あ、すごい恥ずかしいって。なるわけじゃないですか。まあ俺のやつはね、ちょっとナンバーバレるのが嫌なんで、ナンバーバレるのが嫌なんで、まあ俺のやつはねではないんですけど。ね。例えば、ヌーとかだったらどうします？ヌー。確かナンバーではヌーとネーがないんだったっけな。ネーはあるけど、ヌーがないんじゃなかったっけな。あと、ワーとか。ワーとか、レーとか。パッと見で、書体が分かり、判別しづらいやつ。うん。あと、ひらがなの塀は、おならの塀を思い浮かべるから、使われないみたいないろんなルールがあるんですけど、同じような形しとると、パッと見たときに、ね、ひき逃げだっつってナンバーパッと見たらさ、ね、ねーなのか、ぬーなのか、わーなのか、れーなのかってわかんないじゃないですか。まあ、わーは確か、あれですよね。レンタカーですよね。うん。そういう決まりがあるんですけど、じゃそれを言って伝えなあかんと。じゃあ、なって言ったら、なんだと思います？皆さんは何、ね、なで始まる単語。皆さん何を思い浮かびます？俺、なすびしか思い浮かばないんですよ。可愛げがないですよね。あと食べ物ばっかりですよね。ね。カーとかだったらカレーのカーとかになるんかな。もうちょっとなんかさ、可愛いことをね、やりたいわけですよ。例えばそれこそねだったら、猫とかさ、ね。そうじゃないです。いいだったらさ、ね。いいとりーってわかんないじゃないですか。ね。りんごのりーとかさ、ね。犬のいとかさ、ね。そういうのわかるじゃないですか。可愛いじゃないですか。なんか伝えとってさ。なんだろう。すごいなんかそこら辺で自分のさ、恥ずかしさが出たよね。すっごい恥ずかしかった。その保険の登録の電話かけてるとき。うん。そのね、何やったっけな。もう恥ずかしすぎて記憶から抹消しとるんよね。D、ダイヤモンドの D とかだったらまだわかるんですけど、D ってなんて答えとったっけな。皆さんちゃんと A から Z まであります？みんな A から Z までちゃんとね、単語一つポンって言われたら、答えれます。うん。すごい大事ですよ、そういうの。とっさにね、聞かれて、人に説明するときに、うん。そういうのね、なんか可愛いね、単語。一個なんか決定したいよな。なんかこれが公式見解ですみたいな、多分あるのよ。向こうはあるのよ。うん。向こうはカスタマーサービスとして、お客さんに、伝えるために、いろいろね、多分マニュアルというか表があるのよ。A はアップルにしなさいとか、B は、例えばなんかバレンシアの B とか言われてもさ、ね、わかんないじゃないですか。バレンシアガの B とか言われてもさ、ってなるじゃないですか。ね、例えばそうだな、B とかだったらなんだろう。ブルーとかになるんかな。色とかはわかりにくいか。うん、色とかわかりにくいな。だってイエローとかだったらさ、Y になるからさ、ね。ね、言葉とその音が違うからさ。だから、B って何なんだろう。B。B って何を思い浮かべます？みんな。俺、ボンバーとかなんですけど。めっちゃ恥ずかしいよね、そんな。と思ってさ。C だったら、なんだろう。C って何だろう。ビタミン C の C。それはビタミンだよ。B はビタミンか。そういうことか。ビタミンの B。あ、いいね。アップルの A。ビタミンの B。なんだろう、C はなんだろう。でも、中とかになって、なるからな。なかなかそこら辺難しいよな。C。C ってなんだろう。なんかこれ一回生放送とかで、なんかみんなで決めたいな。50音と、そうだな。バーとかだったらバイキンマンのバーとかになるんかな。バイキンのバーってなんかやだよね。ね。パンのパ、バケットのバ、両方パンやんけってなんねか。ね。大変だよね。アンパンのア、ベーグルのB。
むちゃくちゃだよな、本当に。いや、でも、ほいとね、こういうのって、とっさにね、こういうのって、ほら、別に票があるわけじゃないからさ、とっさにこういうのって答えれないわけですよ。だから自分の中でね、もし皆さんはね、こういう恥ずかしい思いをしないように、何かしらのね、その、単語をね、人に伝わりやすい単語みたいなのをね、しっかりと覚えておくことをお勧めします。っていう、なんか、脈略もないお話でございました。はい、以上。